皆さんこんにちは、ルルマロです。お久しぶりです。ちょっとテストの方があってですね、だいたい1週間ちょっとくらい投稿できないと言っていたと思うんですけど、無事テストも終わったということで、本日からまた投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで今回はですね、鬼滅の刃やあとはサンリオの購入品もいろいろとあるので、そちらのご紹介と開封をしていきたいなと思います。それではスタート。で、まず一つ目がですね、これはもう話題になっている商品だと思うんですけど、じゃ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 ん。こちらの鬼滅の刃コラボのバカウケを購入してきました。こちらはですね、おまけのシールもついております。で、こちらがあと3個ありますので、かなおちゃんをね、狙っていきたいと思います。そして次はですね、じゃじゃん。ついにですね、かなおちゃんのちょっこりさんも発売されました。私的狂気的な表情をするぬいぐるみのトップに入り込むちょっこりさんのかなおちゃんが発売されました。これはかなおちゃんが出る前にも、ねずこちゃんとかしのぶさんとかの主要キャラのメンバーが出ていたり、他のアニメとかでもたくさん出ているシリーズだと思うんですけど、これ本当に可愛いんですけど、やっぱどこか狂気を感じる表情をしてるんですよね。これ名前の通りですね、ここにちょっこり座るような感じになってます。なのでめちゃくちゃ縫い取りがしやすくて、これすごく可愛いのでぜひ皆さんも購入してみてください。で、お次はですね、これは発売からかなり日数が経っていて、やっとゲットできたものになるんですけど、こちらの、東京限定のご当地かなおちゃんの、これはスカイツリーのかなおちゃんみたいです。やっとね、ご当地かなおちゃんをゲットすることができました。今コロナでね、海外の鬼滅のファンの方が来れない状況だと思うんですけど、ぜひ日本に、もし来れるようになった際は、ご当地鬼滅のキャラをぜひ集めてほしいです。で、お次はですね、ご交換していただいた品物になるんですけど、こちらのですね、アートコースターのかなおちゃんをご交換していただきました。の淡い感じのかなおちゃんですね。私このかなおちゃん大好きなんですよ、こちらが。3枚と、あとはですね、もうみんな大好きな胡蝶さん姉妹のコースター2枚です。なんか最近コースターがめちゃくちゃ大好きで、なんか集めるのにハマってしまって、なんかめちゃくちゃ見てると癒されるんですよね。で、お次はですね、私が今めちゃくちゃ大好きなエスパのカリナ様のトレカの、どっちもレンチキラーのカードのやつかな。こっちがアバターとカリナ様のやつで、こっちはなんか模様がちょっと変わる感じの、ご交換してくださった方ありがとうございました。そしてお次はサンリオさんでの購入品になるんですけど、じゃじゃん、こちらのつながるサンリオハウスです。そしてこれはもう発売したてのクリスマス商品になるんですけど、こちらのなんて言うんだろう、ミニスノーグローブですね。こちらのマイメロちゃんを購入してきました。こちらのですね、いちご新聞の12月号ですね。もう今クリスマスシーズンなので、サンリオショップさんの方でこちらのもね、お買い物したらもらえました。はい、それではまず最初に何から開封していこう。バカウケから開封していきたいと思います。こちらはですね、おまけで全12種類の大カットステッカーがついてると思うんですけど、もう私がこのバカウケを購入したということは、そう、かなおちゃんがいるんですよ。珍しくないですか？なんかよくスーパーとかでこういうおまけがついてくるお菓子系って、あんまりかなおちゃんがいないんですよね。なのですごくびっくりしました。ステッカーが私の怪力で折れちゃいそうで怖いんですけど、ちょっと慎重に。はい、このシールが中に入ってるんじゃなくて外の方についてるのはすごくありがたいですよね。ではこちら見ていきたいと思います。まず1枚目はいきます。せーの。おお、銀雄さんが来てくれました。うわー、めちゃくちゃ可愛い。やっぱり UFO テーブルさんの書き下ろしは本当に可愛いですよね。個人的に義勇さんってこの目がめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。なんかちょっと猫目、釣り目みたいな感じで本当に可愛いです。はい、まず1枚目は義勇さんが来てくれました。ありがとうございます。このシールめちゃくちゃいいですね。ではちょっとバカウケも食べてみたいと思います。ちっちゃめのバカウケになってますね。こんな感じです。甘口醤油味って結構人気の味だと思うので、皆さんなんとなく想像はつくと思うんですけど、本当に美味しいです。いきます。せーの。うわー、銀雄さんが
れました。10種類もあるので結構バラバラに出るんじゃないかなと思っていたんですけど、まさかの2枚目来てくれました。ありがたいですね。ありがとうございます。ギウさん2人めちゃくちゃ可愛いです。では行きます。せーの。わぁ！待って。タナオちゃんが来てくれました。わぁ、可愛い。めちゃくちゃ可愛い。抱きかかえてるバカウケを。もう人生で初めてバカウケになりたいと思いました。サイズ感もめちゃくちゃ可愛いですよ。こんな感じですよ、サイズ感。もう美味しいお菓子も食べれて、可愛い鬼滅のキャラのシールももらえて、もう最高じゃないですか。はい、こんな感じでなんとですね、かなおちゃんが来てくれました。ありがとうございます。じゃあちょっとかなおちゃんはここに置いておきたいと思います。せーの。大井之助くんが来てくれました。うわ、めちゃくちゃ可愛い。ハロウィンのお菓子みたいにバカ揚げをばらまいてるんですけど、そこがまた猪之助くんらしくて、本当に可愛いです。はい、4泊目はですね、猪之助くんが来てくれました。ありがとうございます。はい、では、いよいよ最後の一パックいきまーす。せーの。おー、猪之助くんが来てくれました。まさかの2222になってますね。でもね、とっても可愛いので、2枚目も嬉しいです。ありがとうございます。いや、可愛いよ、バカウケのシール。なんかこういうお菓子とのコラボって、なんかシールといっても結構アニメの場面が切り取られたシールが多いと思うんですけど、今回書き下ろしということで、本当に珍しいですよね。はい、ではお次はですね、つながるサンリオハウスを開封していきたいと思います。なんかね、こういうミニチュアのフィギュア系って本当に、大好きで、わーもう見るだけで、もうときめきますね。中にはこんな感じで、マイメロちゃんのお部屋と屋根が入ってます。じゃん。そして、ここにマイメロちゃんのベッドを置いて、ご本人の登場ですね。あ。よいしょ。ではちょっと、クロミちゃんも開封していきたいと思います。あ、クロミちゃんはドレッサーになってる。あ、すごい、バックもいる。そして、クロミちゃん本人と、ドレッサーと、屋根。あ、バック君がここにいる。ちょっとバック君の行方が、ちょっとここに。あー、ここに乗せておこう。うわー、めっちゃ、かわいいです。で、これ、つながる、とのことなので、こういうふうにね、上に、乗せておくことが、できるんですよ。もう高層マンション作れちゃいますよね。小さめのこういうフィギュアとかだったら入るので、ちょっと事故が起きそうなんですけど、こうやって飾っておくのもめちゃくちゃ可愛いと思います。ではお次はこちらの、ミニスノーグローブを開封していきたいと思います。もうこのね、パッケージの箱が本当に可愛くて、じゃじゃーん、こんな感じになってます。うわー、可愛い。なんか後ろにバカウケのステッカーがめっちゃ、映ってるけど。これ逆さにすると、あれかな。あ、中のが動いて、もうただひたすら癒されますね。ここのね、キラキラ感もめっちゃ可愛いし、マイメロちゃんも可愛いです。もうめっちゃミニチュアな世界なんですけど。はい、では最後にですね、こちらのいちご新聞をご紹介していきたいと思います。今回は12月号ということで、表紙がクリスマス全開なんですけど、今回の表紙はキキララちゃんで、なんかこのキキララちゃん、なんて言うんだろう、ちょっとなんか昔を思い出す感じ、ちょっと伝わるかわからないんですけど、なんか雰囲気がそんな感じでめちゃくちゃ可愛いです。で、今回のいちご新聞の付録がですね、キラキラ缶バッジです。全10種類になるんですけど、今回私はクロミちゃんを購入してきました。もう普通に600円くらいの缶バッジと同じ大きさなので、もうめちゃくちゃすごいですよね。中身もとっても可愛い世界で癒されました。はい、というわけで今回は少しお久しぶりになってしまったんですけど、最近の購入品のご紹介と、あとはバカウケの開封もしました。なんとですね、バカウケの方でかなおちゃんが来てくれて本当に嬉しかったです。バカウケのシールも本当に可愛いので、ちょっとずつにはなると思うんですけど、かなおちゃん集めていきたいと思います。お値段もお手頃なので、ぜひ皆さんも購入してみてください。また近々ついにですね、鬼滅展の動画も出せると思いますので、そちらの方もぜひ楽しみにしていてください。はい、それではですね、本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。